公的信用に関する第一報告書は、アメリカ合衆国建国の父であり初代、アメリカ合衆国財務長官である、アレクサンダー・ハミルトンが、アメリカ合衆国議会の要請に答えて発行した3件の主要経済政策報告書のうち、最初のものである。この報告書では、アメリカ合衆国の財政状況を解析し、 国の負債の除却について推奨する施策を提案した。1789年9月21日に会員から報告が委託され、1790年1月14日に報告された、この書類は14万語からなり、諸州が追っていた負債を初めて連邦政府が肩代わりする提案を行ったものとなった。報告書を作成したアレクサンダー・ハミルトンの肖像がジョン・パランブルが 1792年、アメリカ合衆国は、アメリカ独立戦争の間に、ヨーロッパ諸国や国内から、多額の借金をしてきていた。大陸軍兵士は、当然払われるべき給与を受け取っておらず、軍の裕福な士官の多くは、独力で立ち上げた部隊の装備と物資のために、全財産を消費していた。いくつかの州は、同様に戦争遂行のための借金をしており、物資購入のために、 民間人から借金し、返済期限を定めない約束手形を渡した州もあった。ハミルトンは、新生国家の公的な信用において、国内外の投資家の信頼感を上げることが必要と考えた。1790年における国全体の借金は5400万ベイドルに上り、2009年の GDP で換算すると4.1兆米ドルに相当するものだった。議会は、 ハミルトンの計画にある外国の債権者に対する借金1,100万ベイドルを返済することは承認したが、国内の借金2,700万ベイドルの手当てと、諸州が負った2,500万ベイドルの肩代わりは渋った。この金融政策は10年期の変わり目での経済不況に影響した可能性がある。ハミルトンは、負債問題に対処するために注目すべき政策群を提案した。 すべての負債は額面価値で支払われるべきこと。連邦政府が各州の負債を肩代わりし、その原資は利率を4%に設定した新しい国債で手当てすること。政府は国債の元本を返済せず、新しい関税と種類に課す法外な物品税で賄われる利子のみを払うことなどだった。ハミルトンの経済計画には複数の目的があった。 まず、国の負債と栄誉を確定させることだった。ハミルトンは、これら負債が支払われない限り、連邦政府が将来誰からも金を借りられなくなると考えた。負債を支払うために国債を販売することで、国債保持者は、新しいアメリカ合衆国が生き残り繁栄することに、資する直接財政的興味を持ち続けると考えた。 国債を購入した債権者たちはそれを借金の担保とするので経済をさらに活性化させることが期待された。またこの計画は国内の個別の州ではなく連邦政府に結びついた受け負い者の機構を作り上げると見込まれた。同様に州の負債を肩代わりすることは各州の財務的エリートを州政府に対するよりも連邦政府により強く結びつけ、それによって州が 連邦から脱退する危険性を下げることが期待された。ハミルトンの計画は、負債肩代わり計画と呼ばれ、1790年の当時としては、急進的な考え方だった。ハミルトンの報告書は、戦争負債の肩代わり、連合会議が発行した再建の額面による、買い戻し、高級的国債として、新しい国の再建の資金手当という考え方を提唱した。 ハミルトンは、裕福な国民が支持し帰属する大きな金融機構を作り上げることで、連邦政府の歳入と財政の仕組みを強化し、連邦政府に繁栄をもたらすと説明した。また、連邦政府に対する信頼感を築き上げられなければ、アメリカ合衆国そのものを弱体化させることを強調し、恒久的で合理的な大きさの公的負債を、 我々の連邦を固める強力な絆と呼んだ。外国に対する負債の資金手当は強く、議論されなかったが、ジェームズ・マディソンは、この報告書が発行される前にすでに、ハミルトンの言う、長期国債という考え方を共有していた。しかし、州の負債の手当については重大な反対意見が起こった。ハミルトンの提案には、国務長官、 トーマス・ジェファーソンと会員の指導者であるマディソンから厳しい批判が飛び出してきた。マディソンはハミルトンの強力な中央政府を推進するやり方に警告を受け、強い連邦政府への関与から離れてジェファーソンの方に組みすることになった。ジェファーソンはより小さく分散された南部の農業経済を好み、ニューヨーク市、フィラデルフィア市、ボストン市を代表とする北部の商業経済の上に、 置いていた。マディソンも自身のマディソン経済モデルとして発表し、それを区別と称していた。ハミルトンの報告書とマディソンの区別との間の大きな違いは、借金をしていた多くの愛国者や兵士たちの運命に関わるものだった。彼らの中には、自分の再建を1ドルにつき25セントで、投機化に売却していたものもいた。 ジェファーソンとマディソンは、陶器家には100セントで召喚し、一方元々の愛国者に何もないのでは、不公平だと主張した。また、ハミルトンの計画は、すでに州によってはその負債の大半があるいは、すべてを召喚していたのに対し、まだ負債を負っている州の召喚のために資金、手当てするというのは、負債を済ませた州に罰を加えるようなものだとも、主張した。連邦議会,会は主に、 マディソンの影響力によって1790年4月にハミルトンの肩代わり計画を一旦廃案にさせた。連邦政府がその初めて経験する大きな危機を解決できなかったことで連邦が破壊するという噂も流れた。これに並行して国の新しい首都をどこにするかというような異論の多い問題についても手詰まり状態だった。しかし、 ジェファーソンとハミルトンは混乱の中にチャンスを見出した。ジェファーソンとマディソンはバージニア州出身だった。ハミルトンを含め3人は当時が四州国の首都だった。ニューヨーク市に住んでおり、隣人でもあった。ジェファーソンが後年に語った話によれば、6月のある日に住宅街を歩いていたハミルトンとジェファーソンが偶然出会った。ジェファーソンは、 肩代わり計画で思い悩むハミルトンのやつれた姿に気づき、ハミルトンをディナーに招待して、そこでハミルトンとマディソンが問題を議論できるという提案を行った。1790年妥協あるいはディナーテーブル妥協と呼ばれるようになる出来事で、ハミルトンは1790年6月20日にマディソン及びジェファーソンと取引した。将来の首都を ポタマック下半の土地に決める代わりに、マディソンは、肩代わり計画を認めさせるという取引だった。マディソン及びジェファーソンは、バージニア州の負債150万ベイドルを肩代わり計画で開催するという情報案を、ハミルトンから取り付けた。これは1790年当時としては、大きな金額だった。この妥協は実行された。7月10日、会員で、 シュトリッチ法案が成立された。ハミルトンの肩代わり計画もその資金計画とともに7月26日に4票差で可決された。ハミルトンの最初の計画は即座に成功を生んだ。連邦政府に対する大きな信用を確立し、政府はその問題に対処できることを証明し、繁栄の時代を始めさせることができた。ジェファーソンが1803年に、 ルイジアナ買収を実行したとき、ハミルトンの負債肩代わり計画があったので、信用が保たれ資金手当が可能だった。財務省は、その位置づけや人材において、急速に成長し、アメリカ合衆国税関や密輸関主体が作られ、ハミルトンが予測した財政的受け負い者のネットワークが出来上がった。ハミルトンは、この成功に続いて即座に、 公的信用に関する第2報告書を作成し、合衆国銀行の計画を提案した。合衆国銀行は一部は国が所有し、民間が運営する全国的な銀行であり、連邦準備制度の前身になった。1791年、ハミルトンは第3報告書である製造業に関する報告書を発表し、製造業の成長と保護を奨励した。 ジェファーソンとハミルトンの間の意見の不一致は財政的な細部では終わらなかった。この二人は政府のあり方について両極端にある考え方の派閥の領収だった。ハミルトンは強い中央政府を支持し、ジェファーソンは分散化し農業を基本とする小さな政府を支持していた。この食い違いは特に重大なものになり個人的確執にもなった。 ハミルトンの追随者は自分たちのことを連邦主義者と呼ぶようになり、ジェファーソンの支持者たちは自分たちのことを民主共和主義者と呼ぶようになった。この二つの集団が成長して、アメリカ合衆国における最初の政党政治の権限となった。ありがとうございます。